ビッグダディのたけしが決めるぜ、ベイビーとは。はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。開幕ね、プロ野球開幕始まりまして、ワンカード終わったところでですね、皆さんにお話ししたいと思いますけども、まだたった3試合ですけども、やっぱりセリーグに関しては順当な感じで来ました。まあでもなんといってもですね、やはりこの阪神タイガース、スワローズにね3立てしたっていうのは、やはり今年のタイガースっていうのは非常に、やってくれるんじゃないかっていうね、もう本当にそんな感じがしました。そしてやはり待望のね、この佐藤もですね、第2戦目で、ホームランを打ち、まあ存在感をね出してくれましたけども、まあでもですね、やはり、ペナントレース始まるとですね、少しちょっとバッティングね差し込まれ気味なところもありますので、この辺ね、やはりどんどん変わってくると思いますので、これからじゃないかななんていうふうに思ってます。まあジャイアンツもですね、まあ2勝1分けということで、まあ、好スタートということなんですけども、まあ、ここも順当かなっていう感じはします。そして一番やっぱりね、気になるのはドラゴンズですけども、今回は1勝1敗1分けということで、まあ1戦目はですね逆転勝ちで素晴らしいゲームをしてねものにしたんですけども、まあ2戦目はまたちょっと少しまた反対のような感じになってしまってはいましたけども、いい滑り出しができたんじゃないかななんていうふうに思っております。福留孝介も代打で全試合出たのかな、2フォアボール1三振ということだったんですけども、まあでもやっぱりね存在感をねアピールしてるんじゃないかなと、まあ彼もいい滑り出しをしたんじゃないかななんていうふうに思っております。まあ、あとはですね、カープも非常に、去年とは全く違うチーム力になっていると思います。 DeNA もですね、負けはしましたけども、まあ、やっとね助っ人外国人が日本に来たということで、まあ、外国人待ちですよね。でいけば、まあ戦っていけるんじゃないかななんていうふうに思ってます。まあ、スワローズ、ね、また開幕ちょっと3連敗しましたけども、まあ、しっかり立て直して、まあ、やっぱりね、スワローズの場合やっぱり打たないと、勝つことできないと思いますので、ね、ここは村上、そして山田哲人、ね、ここを中心とした、打線で頑張っていってほしいななんていうふうに思っております。あとはですね、僕は開幕はですね楽天の方に行って3連戦ね、解説してきましたけども、2勝1敗でイーグルスもね、いいスタートをダッシュしましたけども、やっぱり一番の収穫は、早川ですよね。早川のピッチング、非常にねルーキーなんですけども、落ち着いたピッチングでね、やっぱり彼はゲームが作れますよね。今年は早川、まあ怪我せずに、まあこれね疲労もね出てくると思いますけども、順調にいけばですね2桁いけるんじゃないかなっていうぐらいのピッチャーであります。まっすぐ、チェンジアップ、そしてスライダーね、そして縦割りのカーブもありますので、非常にね面白いピッチャーなので、またね皆さんちょっと早川も注目して、見てください。あともう一つ楽天の情報は、何といっても楽天は田中のマー君ですよね。田中のマー君は怪我をしてしまって2戦目ね回避したんですけども、まあ、LINE で少しちょっとやり取りしたんですけども、思いのほか軽症だったということをですね言っておりました。まあでもねふくらはぎっていうのは選手生命関わるね箇所なので、しっかり治してからまたね、先発に戻ってきてほしいなというふうに思います。まあ、彼曰くそう時間はかからないっていうふうに言ってましたので、まあ、その辺はね彼の言葉を信じて期待したいと思います。あとまあ気になるところはやっぱりソフトバンクかな。ソフトバンクはやっぱり相変わらず強いなと、まあ厳しいゲームをしてて最後にやっぱりひっくり返してね3連勝ということなので、まあやっぱりパリーグは、ソフトバンクがね中心となって、いくんじゃないかななんていうふうに思っております。まあ、あとはですね西武オリックス、ここはね僕正直言ってごめんなさい、ちょっと情報がないもんですから言うことはできないんですけども、まあ互いに3連敗しなかったね、まあ西武が2勝1敗ということだったんですけども、まあまあのスタートだったんじゃないかなとね。ヤクルトとちょっとロッテがね残念にはなりますけども、まだ始まったばっかりね、たった3試合ですので、頑張ってほしいと思います。最後にですね、また2カード目はドラゴンズはジャイアンツと戦うということで、まあ開幕投手ね大野が普通は投げるんですけども、その大野を開幕投手から外してバンテリンドームでですね、
先発をさせるということで、ありますので、まあ、これねドラゴンズとしては初戦絶対取らなきゃいけないと思いますので、またこれね初戦取ればカード勝ち越しっていうのはね見えてくると思いますので、このねカードの頭が注目だと思います。今日いいゲームしてくれるんじゃないかなというふうに期待しております。まあこれからねいろいろまたどんどん、情報を皆さんに、流していきたいと思いますので、今回はですね、開幕3連戦のね情報を皆さんにお送りしました。大好きな野球の話をお届けするため山崎たけしチャンネル始めました。ぜひ見てください。登録してね。